願いです。助けてください。ここから出してください。私、誘拐されて、この部屋に閉じ込められて、私を誘拐した男も、そのカメラの男は、さっきの地震でも、部屋、お願いします。早く出ないと、私きっと、ありがとう。私、はい。コインでした。拾っておきますね。万力で。しっかり潰れましたよ。やりました。鏡、外れましたよ。引き出しが、動かすたびに、引き出しを、動かしてみましょうか。じゃあ、これ、私の生徒手帳です。引き出しを、動かしてみます。それじゃあ、机の角、壁に古い何かの暗号表でしょうか。引き出しを動かしてみましょう。中央を動かしました。開きました。引き出しの中、スコップが入っていました。引き出しの奥に、誰かが見上げ、星の。この床板を、スコップで、ひどい匂いが、しました。もう少し、腕です。壁に何かの暗号表でしょうか。私のカバンです。ろくなものは入ってませんよ。枕がありますよ。枕があったと焦げたような、もしかして炙り出しでしょうか。私の生徒で大したことは、今日は部活だから体操服とドライヤー実際、はい、番号わからないでごめんなさい。私カバンナンバーキーがかかってますけど、壁に何かの暗号表でしょうか。カバン、ナンバーキーがかかってますけど、開きましたね。そうですか。カバンの中からドライヤーを出しますね。あとは一応取り出しておきますね。
ーゼントにドライヤーの電源をつなぎますね。ドライヤーでこの辺りを熱量が浮かんできました。とりあえず今からそちらにお礼に待っていてください。